はい、今回はね、豚そばです。濃厚なのにすっきりということで、豚そばのものをね、紹介したいと思いますね。で、それで豚そばをね、まあ、食べてみたいと思います。では、いただきますね。うん、あ、結構、確かにこれラーメンって言ってるんだけど、まあそばですね、これ。ここにしとくラーメンって書いてあるんだけど、でも実際食べるとこれそばですよ、完全に。そばの味わいで、なかなかの切り味で、麺と相まってね、すごくちょっとさっぱりしてます。で、本来豚骨っていうとね、脂っぽくてこうギシギシしてる感じなんだけど、それが さっぱりとした味わいで、でこう、なんかな、ラーメンというよりは本当そばを食べてる感じです。確かに豚肉の柔らかい味と非常によく合ってて、なかなか妙な味というかね、ラーメンなんだけどそばの味がするんですよね。なかなかこういった新感覚の味わいもね、いいなと思いますね。というわけで、どうもありがとうございました。